前回の動画は、ついに五能線に乗車して本州最北端の終駅青森駅を訪れるという動画でした。今回の動画はその翌日の様子をお送りしています。スライドショーになりますが、本日もよろしくお願いします。この日も、盛大な気象事故を起こして10時14分に、弘前駅に行きました。発車する電車が電車じゃない、発車する機動車が1番線だったんですけど、それ知らずにね、3番線の方に来たら、まあ、こんな感じで入線するシーンの動画を撮ることができました。そして1番線停車してた向浦駅に乗車して、鶴止まりを目指します。これはあれ、君と違うね。いや、違うよ。本当は何でもいいですよ。木造駅で昼食を食べました。ちなみに同行していた冬美さんは歯に GV が挟まったって言ってましたね。せーの。めっちゃ遠く行くや。こんな感じでね、無知鶴田で、まあ、よくわからん雪合戦とかをやって、ね、まあ、その後、まあ、弘前にバスで戻りました。今日健康は青森前で来たかった。鰺ヶ沢での情報量がかなりなかったので、ナレーションで補足しておくと、さっき乗ってきた鰺ヶ沢行きの、折り返しの弘前行きに乗車しました。ではこんな感じでね、晩飯はガストでした。でこの日最後のイベントですが、面白い編成が入線してくるってことで弘前駅で、終電というか終列車のものを見送りました。ということで本日はこんな感じで非常にスピード感のあるダイジェストでお送りしました。次の日ね、1月7日の分の動画はもうちょっと情報量あるんで、もうちょっとお楽しみいただけるかと思います。でまたね、ぼちぼち更新するんで、よろしくお願いします。ということで本日は、3分ちょいの非常に短い動画でしたが、ご視聴いただきありがとうございました。